はい、Q&A コーナーのスタートでございます。今日もですね、そんなわけで皆さん、今日はちゃんと質問に答えるように頑張りますということで、早速行ってみたいと思います。はい。このコーナーはですね、皆さんがですね、謎に思ったバイクのことを質問していただければですね、それを私が適当に答えますんで、いやいや本当はこうなんだよっていうことを分かってらっしゃる詳しい方がいたらですね、プラスアルファでコメントしてくれるというですね、素晴らしいコーナーになっております。というわけで最初のご質問ですね。グロムや Z125 プロのサイズのヤマハの原付2種か K2 輪を欲しいと思っております。排気量は 125cc から 180cc 程度の高速道路の巡航110キロの性能を希望しています。当方は名古屋で原付2種通行禁止の国道が多く苦労しております。マンションの駐輪場ではこの全長1700がギリギリ駐輪できる限界なんです。ベネリ TNT135 のライバルになるようなバイクを販売するような計画はございますでしょうか。ちなみに車両本体価格とカスタム費用の予算上限は100万円で現金は準備完了していますということですね。グロムのサイズでしょ、無理じゃないですか、はい、っていうのがですね本音です。やっぱり有料道路に走れるオートバイっていうルールを作った時には普通の感覚ではなかなかね、ちっちゃいバイクって作れないんですよ。残念ながら危ないからね。例えばその有料道路に乗る可能性がある 155cc クラスのオートバイって13インチぐらいのホイールを使ってたりするんですけど、あれって250と同サイズなんですよ、まあ、もちろん250にもまちまちあるんですけど、昔のマジェスティのサイズなんですよ。だからそれぐらいのやっぱり車格を用意しないとメーカーとしては安心して走れるオートバイが作ることができなくて、ただ隙間商品っていうのがあって、それがこういうベネリだったりじゃないかなと思うので、なかなか大手のメーカーっていう言い方をしたらちょっとあれかもしれないですけど、まあ、少なくとも日本の4大メーカーはこういったものは作ってこないと言ってしまってもいいんじゃないかぐらい可能性は低いと思っていただく感じかなと思います。すいません。ポルトとかサイドスタンドが結構寝ているバイクは起こすときにまあまあ右側に車体が起きるのに、駐輪場で右隣にバイクがかなり寄せて止めてきたりします。何か良い対策ないですかということでですね、確かにこれ問題ですよね。まあ一番右側に止めていただくのが一番確実なんですけど、ただ止められちゃうとね、でもこれはねやりようがない気もしますけど、ごめんなさい、これちょっと思いつかないので、よかったらですねいいアイディアを持ってる方いそうですよね。これね、これ同じ悩み持ってる人、マンションの駐輪場関係でいそうですもんね。ぜひぜひですね、ちょっとご回答いただけたらと。バイクカバーの裾を横にビロビロと伸ばすようにしています。なんて言うんでしたっけあれ、昔ほら大昔平安時代とかに着物の裾が果てしなく長いのあるじゃないですか。十二一重か、そう十二一重みたいにバイクカバーを大きいのにして横に伸ばしておくってどうでしょう。さあ、これナンバー77の動画に対する質問なんで、よかったらいいアイデアがあったら教えていただけたら最高です。続きましてはですね、最近レストアした DT50 様で楽しませていただいているのですが、これ懇意だったっけ、よくしていただいてるですね、はい。ショップに自慢しに行ったら2万キロくらいでクランクシャフト交換した方がいいと言われました。そんなものでしょうか。信頼してるショップなので上限に従って交換するつもりで、現在1万8000キロなので、もしその質問を拾っていただける頃には交換済みでしょうけど、参考にご意見いただけませんでしょうかということで、新車で買って乗っている時の話をすると、2万キロだと腰上だけやればいいんじゃないっていう感じだったんですよ。で4万キロぐらいでクランク変えればって、まああくまで目安ですよ、乗り方にもよるし、まあそういうイメージだったんですけども、多分このショップに自慢しに行ったらっていうことはショップの人に見せてるわけじゃないですか。でショップの助言って、例えば一般論では助言しないんですよ。その現物を見てその人に合っている助言を必ずするんですね。それは多分職業病みたいなもので無意識下にやるんですよ。だから多分店に行った時2万キロぐらいでクランクシャフト交換した方がいいよって言われた瞬間に、もしかしたらエンジンから音が出てたんじゃないですか。だからこれ多分ロックすんなこの先、まあこけたらかわいそうだからって言って、今何キロだ、ああじゃあ目安2万だな、一応ちょっと遊ばしてやるかってことで2万キロで交換した方がいいですよって言った可能性もあるし、二次水化なんかしててその状態で走ってたんだろうなみたいなね、バン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 って回転落ちるのが遅かったりして、その音をなんとなく聞いて、レストアしたてなんですよって人にそれを言うのも酷だったから、じゃあ2万キロぐらいで買えますかって言って、一回そこで総取っ替えしてリセットしてあげなきゃダメだなっていう愛かもしれないし、そういう感じで答えてるっぽい気がするので、助言に従った方がいいと思います。でこれちなみに、例えば車運転してるじゃないですか、ブーンって、で信号回しで止まるじゃないですか、横にバイクピッてくるじゃないですか、その瞬間うっかり点検をしてしまうっていうぐらいバイク屋さんって職業病を持ってるんですよ。チェーンがダメなのと、あとあの音だともうすぐあそこがとかってなるんですよ。なのでいたずらになんとなくの感覚で言ってるってことはないと思いますんで、そのほうがいいと思います。
あ、まあでもオーバーホールし終わった後に意図聞いてみると面白いかもしれないですね。ちなみにこれなんで交換した方がいいってことなんですかって言ったら多分いろいろ教えてくれると思いますよ。多分それぞれ内容は違うと思いますけど。続いての質問です。現在 SR400 に乗っています。ホイールのスポークが錆びたりくすんだりします。スポークを磨くのが大変でスポークの張り替えも検討しましたが、この際ワイズギアのキャストホイールに交換しようかなと思ったりもしています。スポークホイールとキャストホイールの長所短所を教えてください。あと五感で変化は体感できますか。島田さんにどちらが好きですか。私はですね、見た目はやっぱスポークの方が好きなんですけど、ワイズギアのあのキャストホイールはすごい大好物なので、紺色のタンクに、昔のね紺色のタンクのカラーに塗装してあのスポークホイールを履かせた SR に乗ってみたいという気持ちはビンビンでありますよ。エンジンもブラックにしちゃいたいですね。そしたらね、だけどフルノーマルみたいなね。ちなみにそうだ、質問なんですけど、スポークホイールの長所は見た目が美しい、あとは柔軟性があるですかね。全体的な乱暴な操作でもバイクのそのスポークホイールがマイルドにしてくれるという効果もあったりするので、そういった意味ではですね長所かなと。短所は掃除が大変っていうところだったりとか、その辺かなと思いますけど、キャストホイールはねやっぱりね、あのメンテナンスが簡単ですよ。あとはワイズギアのやつは第8キャストって言って、あの当時昔ヤマハについてたキャストホイールで、かなりねデザイン性が高くてかっこいいんですけど、だからつけるとめっちゃかっこよくなりますよ。あとはちょっとねサンスターのブレーキディスクで、SR のブレーキディスクなんだけど穴が開いてないものがあるんですよ。デチューンにはなりますけど、そのディスクローターとかつけちゃったらめっちゃかっこよくなりそうな気がします。昔の第8キャストを流用するって流行ったんですけど、そのキャストに比べて確かすげえ軽くなってるんですよね、新しく作ったやつ。なのでそういった意味ではですね全然ありかな、かっこよくなるだろうなって思います。でノーマルのスポークホイールが手に入るので、要はキャストホイールとあれ交換なんで、それを休みの日に磨いて遊んで気が向いたらそっちに戻すっていうのも面白いかなと思いますよ。島さんは慣らし運転や乗り方などの質問を回答するときにバイクを人に例えて回答する場合がありますよね。とても分かりやすいです。人に例えるとエンジンは心臓、顔はヘッドライト、足はタイヤだと思いますが、マフラーは何でしょうか。これはなんか分かってて言ってるんですかね、それともあのなんかこう多分質問者さんのご想像の通りだと思いますよ。はい。そういうことですね。お大事にしてください、奈良さん。はい。SR のサービスマニュアルは安かったので、新車購入時見積もりに入れてもらいました。納車日に車両と一緒に渡されたのですが、乗せる場所なくて帰りに難儀しました。あとはスタビレーのトルクレンチ、どこで買えますかということで。買うのはネットで買えるんですけど、構成っていうのがあるんですよね。なので、スタビレーの代理店ってどうなってんのかな、今ちょっとごめんなさい、ピンとこないんですけど、トルクレンチはね、僕もね、その辺の絡みがあって、スタビレの工具は結構持ってるんですけど、トルクレンチは、いや、スタビレも使ってるよな。でも、ほとんど使わないんだよな、あれ。スタビレのトルクレンチってね、トルクをね、抜かなくていいやつがあるんですよ。あれ欲しかったんだけど、買わなかったんだよな。でも最近、KTC のトルクレンチで、トルクをかけると、勝手にパソコンにですね、そのトルクをデータで飛ばしてくれるっていう、信じられないのが出てて、それもなかなか気になってたりはするんですよね。点検記録簿に、勝手にその、データで飛ばしてくれるんですよ。ここの増し締め何キロ何キロ何キロみたいなね。でそれすごい欲しいんですけど、車用しかまだ出てないんで、もし KTC 関係の方見てらっしゃったらですね、バイクの記録簿にも記録できるようにしていただければ、少なくともうちのお店では買います、それを。ということでぜひよろしくお願いします。トルクレンチはね、構成が定期的に必要になるんで、やっぱり構成しやすいメーカーの代理店がちゃんとあるところでやった方がいいんじゃないですか。僕もやっぱメインで使ってるのは Mac ですよ。Mac の番が回ってきてくれるんで。続いて、日本人でただ一人ワームの穴から生還した島田さんに質問です。これダラハン君も出てきてますよ、はい、僕だけじゃないですよ、大丈夫です、はい、男なら自分のバイクを手足のように乗りこなしたいと思っていますが、バイクのウィリーの練習はどうすればいいんでしょうか。かっこ一般道路以外で危険運転だからやめた方がいいのでしょうか。ちなみにウィリーはスクーター等どんなバイクでもできるものなのでしょうか。バイクによってできるできないがあると思いますっていうのと、ウィリーはですね、ウィリー松浦さんっていう方の矢田部オフロードスクールっていうのがあるんですよ、はい、ネットでググったらすぐ出ると思います。そこで教えてくれます。バイクも貸してくれます。ぜひ極めてみてはいかがでしょうか。あれも教えてくれましたよ、なんとかターン忘れちゃったな、ブーンって言ってウィリーしたままくるって回ってボトンっていう、名前忘れちゃった、ぶっこみのタクのタクちゃんがよくやってるやつ、はい、フローティングターンかな、はい、ああやってた、はい、あれも練習させてくれましたよ前に。ぜひ気になる方はウィリーやりたいんです、フローティングターンやりたいんですとかね、最近ではフロントブレーキをわざとロックさせたままハンドル切ってくださいっていう練習をしましたけど行くたびに刺激にあふれてて面白い場所です。
さあ続いてはですね、最近は LED ヘッドライトを採用するバイクが多いと思います。低消費電力化ができたり白色化できたり付加価値をつけられたりできるなどの理由があると思うのですが、 LED ヘッドライトで照らされた路面を見ると光量が足りないように感じます。もちろん基準をクリアしているんでしょうけど、視認性はあまり良くないように感じます。例えば XSR900 のヘッドライトはハロゲンですが、非常に視認性が良かったのを覚えています。今後も LED ヘッドライトは採用され続けるのでしょうか、お考えをお聞かせくださいということで、モデルによって変わってくると思います。先進国向けの商品、大型バイクとかね、はみんな LED 化されていくと思います。で逆に途上国で乗る可能性があるバイクは、要はそのアクシデントの時の交換の容易さを担保するために電球がしばらく続くんじゃないかというふうに思ってます。ちなみにハロゲンの方が光が散るんですよね。 LED のヘッドライトってここまでは照らすけどここから先は照らしませんの境目がめっちゃくっきりしてるんですよね。なのでそういった意味では確かにハロゲンの方が見やすい場合もあるんですよね。個人的にも同じ意見なので、ハロゲンが好きだったりするんですけど、もわっとねくっきりしてはないんだけど、もわっと全体的に明るかったりするんで好きですね。でもやっぱり時代的にはどんどん LED 化が進んできてしまうというのはですね、避けがたいものなのかなと。やっぱり電気を食うものの一つなんですよ。テールランプとヘッドライトっていうのはずっとついてるんで、やっぱり電気がたくさん食うと発電量を多くしなくちゃいけなくて、ただでさえメーターがたくさんいろいろ情報を表示できるようになったり、電気依存がどんどん増えていってるわけですよ。昔に比べて燃料ポンプも電気ですし、ただそういった時にヘッドライトがやっぱ電気食うから、それを減らしたいっていうのはですね、やっぱり当然今後の流れになってくるんですよね。そうすると電気がたくさん必要だと発電機の容量を大きくしなくちゃいけなくて、発電機の容量を大きくするとイコール燃費が悪くなるっていう問題があるんですよね。なのでそういったところでですね、どうしても省電力化の流れはバイクでは避けていけないのかなと思ったりはいたします。昨年7月に川崎ヤマハの販売店で XSR155 を購入しましたが、2年の保証と1000キロ点検はありますが、その他の半年や1年等の無料点検等は何もないそうです。普通そんなものでしょうか、よろしくアドバイスお願いします。こんなもんじゃないですか。2年保証がついてて1000キロ点検あって、でも国内モデルでも半年とか1年の無料点検ってないですよ。だから一緒じゃないですか。こんなもんだと思います。はい、15年の R25 に乗っていますが、ガソリン満タンにしてエンジンかけるとアイドリングがばらつきます。しばらくすると安定します。どういうことでしょう。プラナスのマフラー入ってます。普段カバーはかけてますが、台風来た後エンジンかけたら水が吹き出ました。何か問題ありますでしょうか。その水が吹き出たらまあまあいいんじゃないのと思いますけど、台風の時の後だけですよね。じゃあ別に問題ないんじゃないかなと思いますけど、ちなみに水没したりしたわけじゃないですよね。じゃあ平気だと思いますけど。あとは満タンにするのってどこまでガソリン入れてますっていうので、ある一定以上入れてしまうとトラブルの原因だったりするんですよね。なのでそういったところをチェックしていただいた方がいいんじゃないかなと。むしろそれぐらいしかないんじゃないですかね、この事例だと。まあ見てみなきゃ分かんないですけど、そんな感じかなと思います。すいません、釈然としなくて。今年広島市に川崎のショップができました。ホンダも2店舗あるのですが YSP がありません。なぜでしょうということで、まあ、これはですね、ヤマハの力不足という回答が一番ピタッとくるんじゃないかなと思いますよ。出したがってますよ、ないところには。ただいろんな事情でなかなか増えていかないっていうのがあって、どうしてもね努力中ですという表現しかできないですね。なぜでしょうって聞かれると力不足だからですという感じで、頑張れヤマハってことですね。応援してます。島田さんはこれまでのバイク人生でどれぐらいの数のヘルメットをかぶってきたのでしょうか。またその中であれはいいヘルメットだったとか、俺はあのヘルメットに命を救われたなど思い出はありますでしょうか。実はねあんまりないです、こだわりは。あえて言うとどれぐらいの数か分かんないですけど、3年かぶることはまずないので、だいたいその前にボロボロになっちゃうんですよね。頭がでかいせいかよく分かんないですけど。なのでかぶった数は数えきれないですよね。だいたい常に 3,4 個は持ってるんで、そんなわけでですね、ちょっとわからないぐらい被ってますね。で、あれはいいヘルメットだったとかっていうのはないんですけど、まあなんとか7、何でしたっけ、ショーエイのなんとか7、Z7 か、あれはすごいいいヘルメットだった感じしますけどね。あのヘルメットに命を救われたはありますよ。ただどのヘルメットかもう覚えてないんですけど、多分ゼニスだったんじゃないか今思えばって思うんですけど、これ昔の話なんで時効だと思うんですけど、 125cc のバイクを乗ってた時に、川崎の AR125 ってやつなんですけど、とにかくウィリーキングだったんですよね、あれね。もう信じらんないぐらいウィリーするんですよ、あのバイク普通に走ってると。で、まあ、バランスが悪いだけなんですけど、でそれ乗ってた時に安いヘルメットなんかないかなと思って、当時のナップスで買ったヘルメットなんで多分ゼニスだったと思うんですけど、そのヘルメットを持っていて、である人が運転を教えてくれ、バイクの、俺は将来バイクに乗りたいんだって言われて、じゃあいいよっつって教えてあげたことがあるんですね、その辺の行動でね。その時に逆にその人が乗ってきた自転車ですねに乗って、
AR125 があまりにもウィリーするもんだから、自転車のウィリーなんて楽勝だろうっていう気持ちになって、自転車でウィリーを久しぶりにやったんですね。したら後ろにひっくり返って後頭部を強打したんですけど、その時たまたまそのバイクのネットをいたずらで被ったままだったんですよ。で、後頭部が砕けたんですね、ネットの。なので、ああ、危なかった。自分は痛くもなかったですからね。バーンってすぐ音がしただけで。痛くもなかったのはびっくりしましたけど。やばかったって、あの、後ろが平らになったヘルメットを見てですね。自転車も舐めたもんじゃねえなと思ったことありますんで、皆さんぜひ自転車ではヘルメットかぶりましょう。そろそろ SR 新のスパークプラグ交換の時期なのですが、バイクのスパークプラグってなんでこんなに寿命が短いのですか？自動車はもっと長寿命だと思うのですが、ということで、車はね、プラチナプラグというのを使ってます。なのでですね、基本的に長寿命です。バイクは、特に SR なんかは、要は単気筒じゃないですか。車の単気筒ってないんですよ。なので、今売ってるものって考えると最低でも2気筒ですよね。確かチンクエジェントが2気筒じゃなかったっけ。なので基本的にはその1個が死んだらさようならになっちゃうんですよね。あとはその、まあ、プラチナプラグではないですよとかいろんな事情があるんですけど、空冷ですよとかね、プラグの寿命というのはある程度で変えていただくのがいいんじゃないかと思います。島田さんはバイクの保管の仕方や整備の質問に回答するときにバイクを人に例えて回答する場合がありますよね。本当よくわかりやすいです。人に例えると食べ物はガソリン。これ読まなかったっけ？人に例えると食べ物はガソリン。あ、違うんだ、さっきのと。これ同じ人？ね。食べ物はガソリン。血液はオイル。足の爪の間のカスはタイヤのすり減った時のカス。では、タマキンはバイクのどこでしょうか？皆さんあんまりご存じないみたいなんですけどいいですか、はい、バイクって皆さんあんまりご存じないんでこれ教えておきます。勘違いしてる人めっちゃ多いんで、ここはバイクは全部女性です。なので玉金はございません。あとはもう一個言っておくと、足の爪の間のカスはタイヤがすり減った時のカスじゃなくて、ブレーキローターの穴に詰まったカスになっております。もう少し勉強してください。ということで今日はですね、この辺で、Q&A コーナーを終わりにさせていただきたいと思います。78の動画に回答しておりますので、まあその辺はですね、皆さん、もしもっといい回答ができる方とかですね、私、玉金の場所知ってますっていう方はですね、ぜひこの78の動画の方の質問に回答していただけたら嬉しいですね。今日はこの辺でお別れになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。